はい、こんにちは、僕です。メガテン5、続きをやっていきましょう。西口に帰ってきちゃったんだな。最近変な事件が多いじゃん。あ、これ聞いたな。あれ、ゆずるくんどこ行ったんですかね。この先にゆずるが向かった様子はない。どこに向かったんだ？学校まで帰ってるってことある？高輪トンネル。トンネル？トンネルに行けるようになってるよ。学校にも行けたのかな？ん？誰かいる。誰かいるね。ん？看板に田山って書いてある。このトンネルのあたりで、化け物を見たという噂があります。なんだっけ、太宰一郎くん。太宰くんね。名前覚えやすくていいな。天井すっごい低いわ。低いわ。奥は暗いです。なんかやばそう。実際こんなに低いんですかね、天井。どうなんですか。行ったことないな、この辺。なんか怪しい二人組がいる。一応探してるのはね、ゆずるくんなんだけど。ゆずるくんどこ行ったんだ。これトンネルの先行くんだ。1.5 メートルしかないんだ。高さ。僕の身長じゃ立てないですね。いよいよ奥までがっつり攻略しますね。攻略。これはなんかいそうな雰囲気が。誰かいる。よく走れるな、ここで。ここで何をしてる。あ、ゆずるくんいた。何、奥の方は天井高くなってるんですかね。なんだなんだなんだ、地震ですか。いやー、天井崩れてましたね。どうなったんだ今ので。人という生き物が知恵を持つ遥か昔の話。遥か昔の話。世界を滑る王座に法の神がついた。そして他の神々が王座に近づけるよう彼らから知恵を奪い取った。知恵を失った神々は悪魔となり、奪われた知恵は知恵の実として楽園で管理されるようになった。へえ。ある時、一匹の蛇が楽園に現れ、人を誘惑した。失楽園ですね。この楽園にある知恵の実を食べる。蛇の狙いは再び神々の争いを引き起こすことであった。利用されているとも知らず、各世界の人たちは楽園の実を一斉に食べてしまった。一斉に食べたんだ。食べた知恵の実は魂と結びつき、人は神に近づいた人間になったのである。人と人間は別なんですか。それを知った法の神は激怒し、人間は楽園を追われた。知恵を失った神様が人なんですね。知恵の実を食べて神に近づいた者が人間になる。人間よ、知恵を得た魂を持つ人間よ。人間よ。悪魔はお前たちを狙っている。そのことを忘れるな。はい、新女神転生5。何ですかね、この木。世界樹みたいな、すごい神々しい木がありますね。赤いポツポツを見るとね、マガツヒかなって思っちゃいますよね。あれ、待って、どうなったんだ、世界は。まさか今のでもう東京が崩壊していたりするんですかね。なんか砂がキラキラしてる。どうなったんだ。あ、でも天井崩れてなくない？崩れてるのか？ん？太宰くんいるのか？
主人公ほっとかれてるってこと？なんか砂がすごいですね。何この砂？え？あ、天使だ。太宰くん。ということか。この地に人間が紛れ込むとは。ここは人間の立ち入って良い場所ではない。故に貴様は外に連れ出してくれる。外？混沌の悪魔ではなく、大天使に導かれし我らベテルと出会えたことを感謝せよ。うん、ベテル。口を閉じ、暴れぬようにしろ。安全な場所までお前を搬送する。安全な場所？うん。あ、連れてかれましたね、太宰くん。これは何ですかね？東京ごと別の場所に来てしまったっていうことなんでしょうか？おい、主人公これす、パツパツだな。ズボンがすごい。いや、すごい座りにくそうなズボン。パンツを履いてますね。え、ゆずるくんは？お友達のみんなは？みんなこっちに来てるんじゃないの？わかんない。状況、どういう状況なのかわかんないけどね。やたら砂ですね。砂の世界にやってきた。暑いのかな？かげろうみたいに、なんかね、景色が揺らめいて見えますけど。暑いのかな？何度見ても、あたりは砂で覆われている。どうやら夢ではなさそうだ。少し先へと進んでみよう。進んで大丈夫？場所はね、はてなはてなになってますね。まっすぐ進むしかないな。走ったりもできないんで。かね、眩しそうにしてるよね、主人公ね。すごい熱そうな感じ。着いた？あたり一面砂漠になってるしね。え？悪魔だ。悪魔が出てきたけど、この悪魔知らないんだよな。なんか新しいデザインの悪魔がね、結構増えてるっぽいですよね。さっき天使もいたけど、悪魔も普通にいるんですね。悪魔っぽい悪魔。目標を確認。え、何それ。すごい機械的な言葉、機械的な言葉でしたね。目標確認。誰か来たぞ。まあ、この人顔見たことある。ホームページ、オフィシャルサイトかどこかで見たことがある。ん？少年、死にたくなければ手を取れ。死にたくなければ手を取れ。手を取る、うなずけ。この微妙なニュアンスの違い。手を取ろうか、じゃあ。は？ん？合体？あ、合体しちゃった？え、これで主人公の髪の毛が長くなるんですかね？何をしたんだ？勝手に合体しやがって。いや、主人公可愛いんだよな。この主人公すごい可愛い。男の子だけどね。強いな。一応主人公の意識は、自我は残っているんですよね。今来た人は誰だったんだ。何も説明ないんだけど。あ、ナホビノに戻った。うん。何じゃは協力し。え？未来をつかみ取らねばならぬ。
光を目指すも闇を望むも自由だが、いずれ天と地を超えた地で愛が見える。その日まで、うん、その力を持って戦い抜くがよい。かっこいいな。主人公は神様になったんですか？あ、戦うのか？いきなりバトルか？よく聞こえます。うん、勝手に合体したよな。うん、あ、じゃあ合体した人が生命ってこと？生命の実と知恵の実って分かれてますよね。主人公が知恵、まあ、人間が知恵で、今合体したのが生命、二つ合わさってナホビノになるってことですかね。指示を頼む。プレイヤーターン。プレスターンバトルなんですかね、本作。うん、プレスターンですね。プレスターンアイコンは一回行動すると一つ消費。スキルズの中から行動を選んでみよう。なるほど。いっぱいあるな。なんかいろいろありますね。行動選択時、スキルズを選ぶと、あ、まあ、なんとなくわかるかな。スキルズの中にあるアタックは、MP を消費せずに行うことができる。まあ、通常攻撃ってことですよね。ジオがやってみたい。あれ使えないよ。ジオ使えない。アタックしかできないんだ。あ、これ攻撃選ぶときに敵の体勢が確認できるのありがたいですね。うん、スキルにはそれぞれ属性があり、悪魔には弱点の属性が存在します。弱点属性で攻撃すればダメージを与え、さらにプレスターンアイコンが点滅します。これは行動回数が1回増加したことを表します。このように敵の弱点をついで行動回数を増やすことで有利に戦いを進めることができます。まあ普通のね、プレスターンバトルですね。じゃあジオンやってみよう。ダイモーンっていう悪魔なんだって。あ、ウィーク。うん、点滅するプレスターンアイコンが行動回数が1回増加したことを表します。まあこの辺のプレスターンバトルの説明はまあ問題ないですね。で、1回プレスターンバトル、違う、1回プレスターンが増えてるんで、ここでね、弱点をついてももう増えることはないんですよね。うん、アタック痛いな。あんまり体力ないんだよな。もう一回ジオンしますか。ダイモーンっていう悪魔、うん、倒せました。かっこいいな、主人公。これ右手どうなってるんだ。レベルアップ。ステータスって、ああ、勝手に割り振られてしまうんですね。うん。ペーペッチがレベルアップ。あれ、伸ばしたい能力に、ああ、割り振れるんだ、やっぱり。どうしようかな。じゃあ、まあ、とりあえず速度。あ、1しか上げられないの。1しか上げられないんだ。まあ、速度とりあえず上げとこうかな、じゃあ。敵殲滅。なんかすごい機械的ですよね。今のはなんだ？ここはどこだ？ここは、今は魔界と呼ばれる。魔界ね。魔界。そして、魔界に住む悪魔が、君を狙って襲ってきた。悪魔だって？そうだ。悪魔と呼ばれる。古の神々とその眷属だ。そして、悪魔が住む世界。それをすなわち、魔界と称している。なんとか界とかじゃないんですね。ボルテクス界みたいな。だが安心してほしい。私、人造魔人青髪が君を助けよう。ん？人造魔人？要するに人に作られた魔人ってことなんですね。青髪。私たちはナホビノと呼ばれる存在となった。うん。この体であれば悪魔と戦い進むことができる。安全な場所にたどり着くまではこのまま進むとしよう。なるほど。この世界を把握するためにまずはここへ向かってほしい。ん？どこだ？まっすぐとりあえず向かっていけばいいのか。プラスボタンを押すことでミニマップよりも広域な地図が表示される。あ、なるほど。プラスボタン。ま、真っ暗で何もわかんないけど、そこに行かないと見えないんですね。これ本作はランダムエンカウントなのかな？ん？ナホビノは高速での移動が可能。
ZA でまたは ZR を押しながら、レルスティックを倒した方向にダッシュ。ZL と ZR を同時押しすることで、ダッシュ状態をキープすることも可能。ほう。あれ違うな。これじゃないな。オート回復？何それ。待って、回復した方がいいよね。オート回復ってなんだ？持ってない。回復スキル持ってません。回復できないじゃん。アイテムももう何も持ってない。生徒手帳は持ってるけど。上院学園の生徒が常に携帯する手帳。氏名には、ペペチ僕と書いてある。セーブはできんのかな、セーブ。ああ、セーブできないんですね。じゃあまあ、進んでいくしかないですね。なんかね、今、ジャンプできましたね。B ボタンでジャンプできる。先ほどの戦いで消耗したようだ。マガツヒを集めるといいだ。マガツヒってあるんですね。マガツヒを集める。この世界は、マガツヒと呼ばれる悪魔の力の源となる霊力が満ちている。満ちている。それが結晶化したのが周囲の光だ。光？もうキラキラしてるのがそう。少年。あ、違うのか。君にはマガツヒが見えていないのか。見えるの？まだ体が馴染んでいないのか。目を凝らしてもう一度見てほしい。目を凝らして？赤く光ってるってこと？ああ、光ってるね。マガツヒってこんな感じであるんだ。そう。それがマガツヒの結晶だ。なんか色が違いますね。色が違う。何色かありますね。マガツヒは我らにとっても力となる。見かけたら近づき、エネルギーとするといい。マップ上の3色の光をマガツヒ結晶と呼びます。緑色が HP、 黄色が MP、赤色は特殊なスキルを使うために必要なマガツヒ。なんだ、必要なスキル。待って、これね、フィールド上で攻撃ができるということはシンボルエンカウントなのか、本作は。そんな気がするな。まあ、じゃあ、マガツヒ、間違えちゃった。マガツヒをね、拾いながら進んでいく。マップ上には障害が存在します。B ボタンでジャンプすると、その障害を飛び越えることが可能。途中の岩を飛び越えながら、目的地まで移動してみましょう。ジャンプはね、新法にはなかった要素ですね。待って、もうちょっと体力回復したいんだけどな。マガツヒないんだよな。なんだ？なんかあるよ、ここ。投範ポイントとは、マップ上に存在する赤く四角い壁の名称。この投範ポイントに向かって B ボタンでジャンプをすると上へ登れます。あ、これか。これがそうなのか。投範ポイント。あ、登れる。なんか宝箱とかないのかな？大丈夫かな？待って、ゆずるくんはいないですね。なんかさっきダザイくんはね、さらわれていったけど、ゆずるくんがいないんですよね。黄金の物質は宝箱。あ、ナホビノの剣撃で破壊可能。ああ、なるほど。ここで攻撃するのか。これ本作、シンボルエンカウントなのかな？あ、500万か手に入れた。お金が落ちてる。他には？ん？着いたのか？あれ、東京タワーが見えるよ。東京、やっぱり東京ってもう崩壊してるんですね。滅びてる。少年、見てほしい。これが魔界と呼ばれる大地だ。ここは東京では？ここは東京では？あれは東京タワーじゃん。ここはかつて、東京と呼ばれていた。かつて？しかし、時が過ぎ。悪魔が跋扈する魔界と化したと聞く。何これ、未来に来てしまったんですかね。人類は滅んだのか。少年、君の疑問に答えるだけの情報を今の私は持っていない。何があったんですかね。日常パートがあっという間に終わってしまいましたよね。私が覚えていることは、かつてこの地で神と悪魔の戦いがあったこと。天使と悪魔があの東京タワーの前で遭遇。その場に私も居合わせたことは覚えている。あれが東京タワーってことは認識してるんですね、この青神さん。だが、
その後の記憶データが破損した。記憶データとかさ、覚えていることは君を守れという指令の、誰からの。いや、なんかやっぱりすごいね、機械的なんですよね、この青神さん。青神と名乗る人物もこれ以上詳しい説明はできないようだ。少年、このまま共に東京タワーまで向かってくれないだろうか。記憶の最後に残るあの場所へ行けば何かを思い出せるかもしれない。今は青神の提案に従うのが良さそうだ。一旦ね、セーブしたいな、そろそろ。クエスト、東京タワーへ向かえを受注。メインストーリーを進めていくと、メインクエストと呼ばれるストーリーに付随するクエストが発動します。必ずクリアする必要がある。まあ、東京タワーに向かえばいいんでしょう。なんだ、あそこなんか光ってるよ。セーブできるんじゃないか。パッと見セーブポイントっぽい。目の前に見える青い光の流血？データ照合の結果、流血だと断定。あれ待って、奥に何かいるな、あれ。やっぱりこれシンボルエンカウントなんだな。流血とは、大地の霊力が溢れ出た場所で、とてつもない力を秘めているという。触れるものを癒すだけではなく、望むものを異なる場所へ一瞬で飛ばす力もあるぞ。セーブポイントじゃないの？先の戦いの疲れもある。癒しの効果があるか確認することを推奨。推奨、なんかニーヤオートマタみたい。セーブポイントっぽいけど違うのかな。遠くの場所に飛べる、まあ、飛んできちゃったよ。ここは変な奴が舞い込んできやがった。誰かいる。誰？ここはどこだ、だと？ここは俺様の住みかよ。なんかこじんまりと座ってるな。見ての通り、珍しいものを集めてるからな。普通のやつが来られないところにこうやって住んでるのさ。金金財宝、すごいね。しかしお前、変わった悪魔だな。一つの体に二つの意志を感じるぞ。キキキ、気に入ったぜ。わかるんですね、そういうこと。ん？ムクロの隠れ家、未満の雇い主、ギュスターブ。俺はギュスター。かっこいい名前だな。お前には俺の持つ品を何でも譲ってやるぜ。もちろん優勝だがな。あ、敵というわけではないんですね。ショップ的な。これどこに来てしまったんだろう。で、お前、東京タワーを目指してるのか。あ、これあれですね、左上に月の満ち欠けがありますね。そのために流血の力を利用しようとしてここに流れ着いたと。だったらますます俺様から有用な品を買うといい。何が売ってるんだろう。悪魔さえ払うなら何でも売ってやる。悪魔との戦いに役立つ品も揃ってるぜ。さてどうする。何が売ってるんですか。あんまお金持ってないんだよな。あ、いろいろ売ってるね。傷薬買っといた方がいいのかな。万里のメガネ、敵単体の情報を調べる。あ、味方全体に、あ、属性攻撃を一度だけ無効化する効果を付与する。あ、属性の壁ね。んで、まあこの小秘石、秘石っていうのは攻撃系のアイテムですね。どうしようかな。傷薬ちょっと買っときますか。回復手段がないからね。あ、無理だそうだ、いるかな。まあ仲間がいないからね、今。ないです。キヒ、もう帰るのか。じゃあお前がいた場所に返してやる。ところでこうして会ったのも何かの縁だ。一つ頼まれてくれないか。何かな。俺はかつて人間が使っていたものに興味があってな。未満という古文どもに収集を頼んでいるんだ。未満。だが。
連中は気まぐれな上に忘れっぽい。探し物をやめて自由気ままに過ごしてやがる。クソめクソめ。だから見かけたら俺のところに一度戻るよう言ってはくれないか。もちろんその分の礼はするぜ。なんだミマン。ミマンってどんなやつなの。龍脈とここをつないでおく。おう、これからは気が向いたらいつでも来るといい。キヒヒ。意外と親切ですね、ギュスターブ。いつでもここに来れるんだ。そうそう。忘れてたぜ。流血の利用方法を教えてやる。うん、利用方法。流血に集まる霊力を利用してお前さんを回復できるんだが。うん。ただというわけにはいかねえな。それなりのマッカを払ってくれるならちゃんと癒してやる。覚えておきな。回復にはお金がかかる。ムクロの隠れ家が解放されました。回復が解放。予想外の出会いもあったが、無事流血の機能を把握できた。東京タワーへ向かう間に頼まれた未満の捜索を推奨。この辺にいるんですか未満ね。あ、セーブできる。行動の記録。うん、じゃあね。セーブができましたんで、一旦この辺で終わりにしようかなと思います。右側にステータスが表示されてるんだけど、合一心、合一心って書いてあるな。うん、ペペチ僕、合一心って読むのかな。うん、シン3では魔人でしたよね。まあ、今作も人間ではないという感じですね。あ、待って、これ今ね、自殺耐性が弱いんだな。危険ですよね。まあ、そんな感じで一旦ね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。もしよろしければ、チャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。ではまた。